23分見さしといてさ、何にも中身が詰まってないカスみたいな動画にしちゃった。低評価7兆ですね。7兆人も見てるっていうことがもうすごいよ。ちんちんかゆいな。金玉、金玉じゃない、鼠径部がかゆい。おちん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 。あ、俺内緒だ。あ、そうだ、動画を見るんだ、これから俺は。いや、動画見るんだったらダッシュボードよりもね、自分のチャンネルの方がいいんですよ。いきなり喋るなよ、俺。支援サイトができたのでお金ください。非公開の動画が19本あるけど、今撮ってるのも上げたらさ、もう動画上げる気ないかもしれない。もう、動画撮るだけ撮って、アップロードするだけやって、公開する気ないかもしれない。並べ替えで古い順でね、やっていくとね、結構俺の坊主にたどり着ける確率が上がるんじゃないか。よし。一回ね、横にあるメニューキーみたいのを やって、アルティメットウォーターを作ろう。犬のケツが映ってる。視聴者にとって世にも無駄な1200秒20分ですね。ヘルラジオ日本テーマっていう54分のね。ヘルラジオ日本ってなんだ？俺この頃、サングラス、お、こっからも顔出ししてんね。キチガイダイエットパート1から、キチガイ耐久動画40分。40分も前変なことしてたの。あ、でも今も変わんねえわ。うん、この頃からなんか1時間20分とかで動画撮ってんな。あんま変わんないね、俺ね。冷えピタ撮ったりして、冷えピタ撮りながら動画撮ったり。で、この頃後ろがごちゃごちゃしてんの。なんだ、あ、怪獣のバラードの替え歌だ、これ。怪丸のバマルードってなんだ。うまい棒。これ見て元気になって。うわぁ、切実。いいね、お前。お前いいやつだな。お前いいやつ。化粧水が中間期イメージ。これはメグインさんがまだ好きだった頃ね。あれ？これ、中間期じゃない？みたいなこと言って化粧水を食べる。あ、視聴者全員プレゼント。ニンテンドースイッチが当たるドキドキをプレゼントって書いてあるだろ。低評価押すんだよ、アホどもが。なあ。まあ俺も、そういうアホを釣ろうとしたのはごめんね、それは。アホに謝るわ。アホがアホに謝る。バカがアホに謝ります。うん。ごめんね、みんな。騙しちゃって。全然。狙っちゃってごめんね。アーミーの服着てる。俺兵隊です。いや違う。アーミーって。水溜りボンドのカンタが焼き中だったらって言う。2018年4月つ、1日までチャンネル登録者が1万人いかなかったら坊主にしますって言った後すぐに坊主にしたんだね。そういうエイプリルフールをしたんですよ。あの、坊主にすることが嘘じゃなくて、あの、1年後に坊主にするのが嘘じゃないっていう、なんかよくわかんないことしてた。うわ、俺の坊主すごいな。いいな、俺の坊主。なんだかんだ言って。これ五輪狩りだからね、めちゃくちゃ短かったわ。あー、なんだかんだ言っていいな、俺の坊主。いいね。俺の坊主面白いな。見てるだけで面白いわ。こいつ面白いな。面白い、こいつ。いいやつだな、こいつは。フィッシャーズをバカにしたら面白すぎた。これもね、やめとこうかなって思って。第1回アンチのコメントと遊んでみた。わあ。でも坊主にすると中学校の時俺が嫌いだったやつに似てるからやめるわ。俺の嫌いなやつ。あ、蜂蜜クローズ。これおばあちゃんが飲ましてきて酸っぱいやつなんだよね。俺の動画ってもしかして最高？デブのくせに小食ってやつ破裂しろ。その通りだよ。なんかデブのくせにってなんか倫理、論理みたいな破綻してんだよ。破綻してんだよ。どうでもいいから。デブのくせにって何って話だからな。デブはデブだし、大食いは大食いだろうって話で。これ、高一 TV が使ってた爆弾ね。びっくりチキンと愛してるゲームしたら事件になった。なってないんで、プロトキオムービー。これね、おたま弱者っていうね。ちょっと語呂がいいんですよね。おたま弱者。チャーハンか、多分。変な動画撮ってんな。はじま京志郎として活動してしまって動画で本名を多分言ってたから非公開にしてるわ。うん、まあ本名を言ってたから非公開じゃなくて、まあ、後々夫愛が成功するとかしないとかどうでもよくて、本当だよ。嫌いな人に送りつけるといいでしょうって言った目の前でお母さんがあの化粧してます。はい。あ、タンクトップ似合わないな。似合ってるけど似合わないな。この動画で多分、いけないルージュマジック歌って踊ってみた。楽しそうだな、こいつ。恥ずかしい動画。どんな感じ？なんかちゃう。相方と大喧嘩しました。お前何やってんだよ、もう。
本当に朝食かっこ大嘘、何じゃその動画、時事撮り、ずっと頭おかしいだけだからな俺。これ肉食ってる時に動画撮ったやつですね、ディズニーで。裸で動画撮ってるのもあんな、裸で撮るなよ、恥ずかしい。ユンさんのモノマネ、さんつけんな、呼び捨てしよう、そんなもん、そんなやつ。4つ目の収益だけでパソコン買うには何年かかるか、2年前です。はい、全く今はもうダメです。そもそも収益停止されてるので無理です、不可能になりました。いや不可能じゃないけどね、ゆくゆくはできるんだろうけど。おしっこ TV 非公開になってんな、さすがに下品だからやめたわ、うん。未来の炎上中の自分、 YouTuber が自作するなんておかしい。僕は光信者、僕は任天堂信者にね習って、ベーコンの塊かまたり焼くぞって、ね、そのふざけんでええ、そんなふざけ方。ベーコンの人、ベーコン好きだけど、ベーコンって寿命縮めんのに気づいてもベーコン食うのやめた。ベーコン塊で食ってるからな、トンゲットンだぞ俺は、うん。朝食創造と、うわぁ、料理動画とか結構作ってんな、いいなこいつで。そこそこ再生回数いいような、朝食作ってるの。あと下手だし俺、でもあれやるのめちゃくちゃめんどくさいんだよな、動画撮んの。一回やってみたいな、いいなぁ。俺のたかしさん引退おめでとうございます。最低の動画みたいに見えるけど、何喋ってるかわかんねえ。1たす1は23不可説不可説点。え、もしかして1たす1は何でもありなのが23不可説不可説点でも証明されたのかみたいな感じで言われた、見たら俺が適当に言ってるだけって見たいと。何なんかそういう、なんでこんな動画、1たす1はの動画見られてんだろうな。もしかして誰かに誘導されてんのかな、わかんねえ。どこから来たとかも何も言われてないもんな。流行ったのかな、1たす1がどうのこうのとか。あと、不可説不可説点って意外に動画、あのタイトルにないんだよね。うん。不可説不可説点っていうのがどうのこうのになってるけどね。10日前に紹介されたかな、10日前に紹介されたらもっとね、バカみたいなやつが10日前から来てよって言うから、多分そんなわけないと思う。中途半端なやつ。でも中途半端なやつに言ったって何々から来たよって言うだろうな。それかもうみんな不可説不可説点って流行る前に不可説不可説点って言ってるやつ誰だろうって言ったら、こいつ誰だってなって、なんだこれって言ってみんなやめただけだろうな。悔しいな。そのでもその時まだ俺面白くないから、っていうか俺はどんどん面白くなっていってるからな、申し訳ないんだよな。あの停滞しないの、俺って何もしなくても進化していくからっていうのは、それはおごりだからやめた方がいいんだけど、まあ、それでもやっぱりその面白いことしていこうって、自分のその時々の面白いって思うことをどんどんやっていってるから、別に俺とどまってるように言って挑戦してないようで、どんどん進化というか強化というか成長はしていってるわけよね。やっぱり変わり続けているっていうかね、変わろうという意思は持ってないけど変わっていってるんだなっていう、そういうのはあるよね、うん。どんどんやっぱ自分が面白いものを見て、その都度面白いものが更新していってるんでね、指が半円しか、ま、映ってねえの俺がぐるぐる回してても、うん、指回しててもさ、あの全然あの指が映ってねえから、半円を回してるような人見えるけど、手をなぜかね、何なの手のぐるぐる。もしそれがさ、映ったとして、これ何なんだろうね。一瞬ミルクティー超まずかったな。そんなふざけた顔でさ、咳しないでよ。もっと辛そうに咳してくれよ。ね、めちゃくちゃヒカゲンさんバカにしてます。はい、ヒカゲンさんがたまにやるでしょ、こういうこと。やらないか、やるだろ、あいつはやってるよ。薬やってるみたいな言い方ね、あいつは薬やってるよみたいな。やってないよ。あー眠いな、ちょっと喋りたいんですけど、今日もすごい退屈な一日だったなとは思わないな。今喋ってる時点でもう一日取り返したわって言いながら、明日なんだよ。1月3日は退屈だったけど、1月4日に1月3日分の楽しみのちょっと前借りしてるわ、うん。でもまあ俺はまだ寝てねえからって言いながら、寝て起きたんだよな俺。結局寝て起きて10時くらいになったんだよ、もう退屈すぎて寝た、うん。夜マック行くかなとかそんなこと考えつつ、まあ別にラーメン食ったし寝るわって言って寝ました。ガリガリ君、ガリガリ君、ガリガリ君。投げキッス最近するけど、みんなにあげないっていうの。こっちにあげてんの。誰もいない。誰もいないっていうのは嘘。あそこにいるのはって、人はいませんよ別に。あの、ソファーのね、ソファーの、あの背中、背もたれ、
取り外しできるタイプの背もたれクッションがね、俺向こうにいてね、向こうにいます。それだけ、それだけかは分からない。それだけ分からないと、まあ、絶対なんてないですからね。絶対なんてない、好きすぎ説。説とか言うな、ほんと説って言っちゃダメ。説だけは言っちゃダメ、まるまる説みたいな、それだけは言っちゃダメなんだよ俺の中で。それはルールとしていこう、うん、俺は水曜日のダウンタウンじゃない。俺は俺、羽島恭志郎。俺は羽島恭志郎です。どうも羽島恭志郎です。原点回帰ね、うん、よく言う、なんかニャルラさんが最終回のタイトルどうのこうのネタでね、最終回のタイトルどうも羽島恭志郎です的なね。オタクのノリはわかんねえな。なんかオタクっぽいけど俺全然オタクじゃないんだよな。アニメ見ねえし、アニメ好きなんだけど、今俺鬱っていうかさ、気力、なんか ADHD のさ、注意散漫的なやつがすごいひどくなってんの今。多分いろいろあってよりひどくなったし、多分他の精神病のせいでよりひどくなってるだけだけど、まあ、そんないろいろめんどくさい俺でもやっぱり楽しいね。喋ってる時とか漫画見てる時とか、ご飯、美味しいご飯食べてる時ね。別にご飯食べてる時が幸せだとは限らない。美味しいご飯を食べてる時が幸せだと思う。うん、やっぱね、美味しいご飯食ってるってもうさじきだから。加藤さんがさ、UFO でね、 UFO キャッチャーのやつ行ってさじきじゃねえんだけど、やっぱ飯食うって幸せを食ってんだよ。ご飯を食べてるんじゃないんだよ、栄養を取ってるんじゃないんだよ、幸せに食らいついてんだよ。幸せをね、もう口の中でぐちゃぐちゃにして、胃の中でめちゃめちゃにして、ではちゃめちゃにして、ケツの穴から出す作業なんだ、幸せを、うん、幸せをレイプしてんだよ俺は。うん、わかるか、幸せを俺はレイプしてる。口の中もじょもじょじゅわじゅわブリって出してね。最低だよ、セカンドレイプ、サードレイプ、すごいな、うん、レイプのプロじゃん。最低ですね、最低なことしかしてない俺は。レイプのプロってこの世で一番あっちゃいけないプロだからな、そんなもん。うん、殺し屋はちょっとなんかかっこいいみたいな感じにするけど、レイプのプロだけやっちゃダメ。何もならない、かっこいいもならない、胸クソ悪いの頂点。最悪の言葉が最も似合うのがレイプのプロ。うん、レイプロ、うん、最低です。皆さんはレイプのプロにならないようにしましょうのと、レイプをしないようにしましょう、ちゃんとね、うん、するならもう。でもね、そういう考えが生まれるってことで行動になる確率が上がるからね。その、まあ、レイプをするかしないかみたいな妄想を してるってだけでも、その下手したら、もしかしたら行動の選択肢にいつか出てしまうかもしれないけど、でもその時はグッとこらえてやらないようにしましょう。うん、ダメだよ、やっぱり。良くない、良くないことっていうのはしちゃいけないんだよね。うん、まあ、いや、されたくないしね。うん、あー、ミルクティー飲む。いやー、なんかその膝の裏の名前ってあるらしいね。なんかその丸、なんかその恐竜図鑑、今インターネットミームでさ、そのフェチ的なやつでさ、膝の裏の言葉が書いてあったわ。膝の裏の名称、膝の裏名前、ヒカジキだっけな、膝頭、あ、違うな、ヒカガミだ、ヒカガミ。でもそれ見てね、ああそんなんあんのかって、そういう図鑑あんのかって思ったら、ただツイッターのミームで恐竜図鑑みたいので、自分のその知られてないフェチでの自分の好きなものを出すっていうクソつまらないノリだった、うん、それを気づいた瞬間、全員死んでくれって思った、うん、全員凍結されてくれ、って思ったんじゃなくて、あ、これじゃ全員殺そうかなっていうね、ムカつくので、つまんないやつ見るとぶっ飛ばしくない、殺すんだっていうのは今だしね、言ってなかったことにしよう、ほんとね。あー、ごめんなさいね、つまらないやつらを殺すって言っちゃってすみませんでした。はい、やっぱね、つまらないやつも生きてていいです。うん、俺本当は生きててほしくないんだけど、やっぱりつまらない人たちも人生があるしね、うん、守らなければならないものがあるので、死ななくていいです、つまんなくても。つまんないことはするのはやめてください、はい、つまらないので。まあでも、つまんないやつって自分がつまんないことって気づいてないからね、うん、どうしようもできないんだよそういうやつは。自分が面白いと思ってる、バカみたいにやりやがって。まあ、ツイッターほんとつまんないやつが集まる場所ね。声の大きい無能が集まる場所こと。でも声すら大きくないんだよな。うん、日常生活で何も言えないっていうか、まあでも基本的にはそうだよな。うん、アロマ炊くだけで最高。うん、
落ち着くわーってね。薬やってないよ別に。このアロマの中に薬入れてないからね。マジで合法すぎる。いやでも合法な薬物でもないから、ちゃんとしてるから俺。でもわかんない、本当は非合法だけど合法として親から俺が もらってるとかね。でも俺はこれを違法だからやってるとか、そういう意味じゃない。何その掘り下げいらんのよ、うん、それってなんかいちいち言うとまあうるさいやつが言ってくるからな、うん、まあ、うるさいやつはうるさいからな。耳塞いときゃいいんだよな。目つぶって耳塞いでね、ね、ジェットコースター。美味しいな、ミルクティー。いや、そんな美味しくない。ガーリー、アニマンチャンネルでも見るか。でもアニマンチャンネルもちょっときつくなってきて、そろそろ見るのやめよう。少年、ちょい、よし、電子版ジャンプ5時間早い、ほんとちょ、おいおいおい、もしかして始まるのか、そろそろね、正月だから早いのか、もしかして革命が起きるか、0時00分ジャンプ更新に2020年から変わるのか。そうだとしたら嬉しいぞ。うんこ漏らしちゃう、嘘漏らせない、うんこ漏らしたら臭いからね、うんちって臭いからね、便器でするんだよ。うん、やっぱ放置してたら臭いしね、放置しなくても臭いち。うわ、嬉しい、嬉しいよ、嬉しい、マジで嬉しいわ。ってなわけで、ジャンプ見るのでやめるわ。うん、ジャンプ、見ながらやると気が散るので。やったよ、ピース。すごいでしょ。これが日本人の喜び方なわけはありません。俺なりの、あ、嬉しいな、すんごい嬉しい。ほんと幸せってあったね。やっぱさ、普通の時は嬉しい、うーってね、俺一人の時ね、喜ぶとね、ブルブルって震えるの、痙攣するのさ、体が。でも動画を撮って言葉にしてもいいよって場所だとね、あ、幸せって今なんだなって思えるわ。やっぱ動画撮ってないの幸せって思えないわ。うん、動画撮ってない時はね、嬉しいって思うけど、動画にすることによってさ、変なリアクションさ、動画にするとやっぱ羽島清志郎って人格が出てくるの。うん、そうすると変なことになって、あ、幸せだなって思える。幸せっていうか、おいい、すごくいい、おいいえってな。じゃあジャンプ読みます、バイバイ。いや、今日のワンピースも面白いぞ。